はい、皆様、どうも誠です。今日ですね、ご紹介するメガネは、正弘丸山ですね。 MM0011、 まあすごく有名なコレクションですね。これはサードコレクションの中の一つ。これすごいかっこいいです。まあもう超有名ですけど、ここのあたりが、見えにくいけどアシンメトリーになってるんですけど、レンズカットがすごいかっこいいんですけど、これクリアだから見えにくいですね。ちょっと待ってよ。ここら辺がガタガタガタっとこうなってるんですね、こちらも。でゴールドとクリアの、コンビ、わかるかな。これゴールドとクリアのコンビもすごいかっこいい。黒はもちろんよくあるんですけど、ここがゴールドで、でレンズシェイプがまた変わってるんですね。これ中に、セル巻きなんですよ。ここにメタル枠に直レンズじゃなくてセルがあって、レンズが入ってます。クリアの割に結構その主張はしっかりしてくれる。遠くから見てもまあそうだな、あの黒だと結構印象が強くなるんで、そこまで強くいきたくないんだけど、まあやっぱりちょっとこうメガネで遊びたい方向け、すごい上品なんですよね、これね。めちゃめちゃ僕これいつもいいなと思ってるんですけど、まだ自分用には持ってないんですけど、まあすぐ売れてしまうんでですね。なので今銀座に1点あるんですけど、まあ本当にまあ、皆さん買う方がいなければ、もちょっと今回僕も自分用に、正弘丸山今手持ち1本もないんでですね、ちょっと欲しいなと思うんですよね、このクリア特に。でこれセル巻きなんで、ここ今見えますかね、カタ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 って、あのセル巻きの特徴です。これオリバーでも何でもそうなんですけど、個体差があって揺れる、こっちへ揺れない、個体差があるんですよ。まあこれで取れるってことはないんですけどね、セル巻き特徴です。でこっち、このモデルに関しては右がちょっと揺れるかな、こっちは揺れないけど、全部のセル巻き結構あります。新品でもよくあります。でこちらのモデルに関してはちょっとこちらが揺れるけど、まあかけてる時にね、別に揺れるわけでもないんで、手で触ったら揺れるぐらいです。いやーこちらもかっこいい。まあ僕が完全に好みで、紹介する動画です。素晴らしいメガネであることは間違いないと思うので、こちらですね、よろしければ1点銀座に在庫ございます。またこちらのビデオもですね、ビデオ YouTube か、よろしければ、いいなと思ったら高評価ボタンと、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。